青山学院大学全学部の問題。The Olympic flame derives from the ancient Greek practice of keeping a fire. なんとか、これ難関だよ。こっちが取られたりしますね。はい。はい、ハローで始まりました。森田チャンネル。さあ、今回はですね、手元解説シリーズ第2弾ということで、青山学院大学全学部の問題やっていきたいと思います。なかなかね、手元解説ね、人気出ない。やっぱり YouTube と勉強って向かないなって、まあ、つくづく思うわけなんですけど、ぜひですね、見てください、皆さん。そして、まあ、できれば拡散してください。続けるためにはね、見てもらわないといけないので、はい、よろしくお願いします。もうコメントもね、いっぱい来てください。もうこれ、見ます見ます続けて続けてみたいなのをね、いただければいいんじゃないかなと思いますので、お願いいたします。さてさて、ではでは、やってみたいと思います。前回ね、ちょっとね、iPad のね、データ不足だったのか、容量不足だったのか、途中からさ、映んなくなっちゃったんで、うまく。なんで今回はですね、スクリーンの録画を切りながらやっていきますんで、なんか問題なくにいけると思いますので、あとはそうか、他のアプリケーションとか切っておくか。そうしておきましょう。そうすればちゃんと表示されることを祈って。では行きたいと思います。はい。はい、では行きましょう。The Olympic flame derives from the ancient Greek practice of keeping a fire, なんとか the duration of the games. はあ、なるほどね。Olympic flame ってこれか、トーチのやつ。はい、聖火。で、まずキープだろうね。これ動名詞のキーピングの形。keepファイヤー ing か過去分詞が来てるわけでしょ。あとは burning か burned のどっちか。で、後ろに the duration of the games ってあるから duration と相性のいい前置詞はどれかっていう問題ですね。まあすぐに見抜ければ大丈夫です。火は burn する側ですね。燃える側ですね。火が燃やされるって意味わかんないので、火が burned されるのおかしいので ing でしょ。だから1、2のどっちか。で、duration っていう名詞と相性がいいのは4。だから答えは2って感じですね。はい。間違ってたらごめんなさい。だけど間違わないね。これはさすがに。で、火をゲームのですね、その間、燃やし続けるってことですね。for the duration of でね、その期間の間。その期間の間おかしいか。期間と間2回言うの変だな。まあ重要表現いっぱいあるな。はい、まず keep OC でしょ。はい、OC のままにしておく。O と C には手術の関係が成り立つから、だから火は燃えている側っていうので ING。duration っていうのは during とかね。あれと同じ仲間ですね。はい。endure とかもそうですね。仲間です。書いておきますか。うん、endure とかね。もともとこの dure の部分の動詞が存在したんですけど、今は存在してない。だからその動詞の ing 系だったのが during ですね。はい、そうなんですよ、実は。で、だから名詞系の duration と ing の during っていうのは残ってるんですよ。で、オリンピックもね、はい、大事ですね。まあ一応、the いつもね、つけて、あ、まあ大文字にする必要ないか。the、よいしょ。the Olympics。もしくは the Olympic Games って言いますね、オリンピックは。だからまあオリンピック終わったんで、まああんまり書くことはなくなるかもしれないですけど、やっぱ英作文で間違いが多い。とっても。で、derive from ね、こっから由来するよって、これはよく出ますよ、ね。はい。こっち向きの矢印。でただ、もともとは derive A from B。他動詞のやつですね。B から A をゲットするっていう意味ですね。これ難関題ではこっちが問われたりしますね。はい。はい、続いて2本目。If they had known about the accident, they なんとかだ plan。これ簡単じゃない？だって、if 来て had known でしょ？これ知ってたらっていう仮定法過完了とかってやつですね。はい。過去のことを表すやつですよってやつなんで、だから仮定法になっているのが3か4で、さらに過去のことを表すのは助動詞の過去形プラスハブ足す過去分詞ですから、答えは4で。そのアクシデントについて知っていたら、プランを変えていただろう。実際は変えなかったってですね。過去の非現実とかって言われるやつですね。うん、まあ簡単です。まあ、ウッドが使われるんだったら、ちゃんと今、とか未来の印を置いとかなきゃいけないですから、どこにもないって。はい。まあそのまま読んでいけば OK。仮定法過去完了はマーチでもこのようによく問われます。続いて3番目。I なんとかだ piano these days. ね。あ、最近ピアノをなんとかってですね。always never. なんだそれ。hardly ever. あ、正解。ほとんど。ね。sometimes yet. なんだ。rarely, rarely なの ?often なのどっち、はい、?rarely play the piano だったらね。しないですけど、オフンだったらよくする。hardly ever っていうので、はい。この頻度を表すやつですね。はい、seldom とかね。同じように使われるやつですが、scarcely なんていうのもあるよね。scarcely ever。
っていうのを、まあ、受験だと覚えとかなきゃいけない。で、hardly ever は狙われやすいのは、やっぱ hardly any 名詞。これとこっちゃになっちゃう人がいるんですけど、いや、全然難しくない。だって any だよ。any の後ろに名詞来るでしょ。っていうね。で、ever でしょ？ ever って never と同じ位置に入る頻度を表す副詞ですから、ほら、後ろには play っていう動詞が来てますよね。だから後ろに来る形が全然違うので、これは悩む必要ないんです。これごっちゃになってる人いっぱいいるんだよね。 hardly any money でもいいし、 hardly any information、 後ろには名詞が来ます。 hardly any bread とかあるな。 hardly any waves、 あ、波ね。 hardly any room、 スペースがないとかね。はい、こんなんでも使いますね。はい、次行きましょう。 I succeeded in obtaining なんとか confidential information。ああ、後ろには information っていう不可算名詞ですね。数えられないのが来ているから、あは置けないでしょ。some だったら OK ですね。はい。不可算名詞置けますね。some information 言えます。問題ない。many は無理ですね。many は複数形の名詞。another も an がついてますから。だから another piece of information とかね。a piece of information みたいにしないといけないですね。succeed in なんとかするのに成功するというやつですね。succeed in ing、obtain、tain は掴むですからね。succeed は、まあ、in と to でね、よく覚える人いるんですけど、やっぱり、これは、よく言うんだけど、まあ、難関大では succeed 人の形ね、読んですぐ分かるようにしておいてください。誰々を引き継ぐっていうやつです。はい、他動詞で出てきます。その人の引き継ぎをするよっていうので、まあ、もともと sac が下ですからね、sub と同じ。で、seed が進むなんで、下に進むなんで、その人に、その人のこう、下に続くっていう意味ですね。はい、これはよく使います。で、confidential ですね。フィデっていうのが信じることを表すやつですね。で、自分を信じてるよとかっていうね、confident っていうのをよく覚えますね。自信とかね。はい。で、まあ、confidence っていうのには名詞形ね。で、自信っていうのもあれば、信頼っていう意味もありますよね。そう、他を信じてるっていうことなんです。だから、confidential っていうのは、その人を信頼しているから、だから秘密を言えるんだよっていうふうに覚えとくと覚えやすいですね。はい、で、内密の秘密のっていうやつね。機密情報ですね。だから機密情報を手に入れるのに成功したっていうやつです。はい、最後、People get the chance to travel around the world。 世界中をこう旅するんですね。この around the world ね、英作文で書けない人多いね。 Never little people。 なんだこれ、もうむちゃくちゃだな。否定語2つあるし、 little people って not many 流行ってますね。そんなに多くの人がチャンスがあるわけじゃないよ。 travel around the world、 そうですね、世界一周できるね。佐藤幸雄先生とかですね、ユーテラの世界史やってくれてるお金持ちですから、ね、そういうチャンス機会があるんですけど、まあ普通の人は無理ですよ、そんなのね。お金持ちだから。 so much people much、 もう後ろ加算置けないでしょ。 never few people、 なん never がいらない、ね、few people だったらいいね。ということで、24222かな、2が多いなという感じになります。どうでしたか、皆さん、できましたか。ぜひですね、まあ、ここやってほしいよとかね、ここ分かんなかったですとかね、あったらぜひコメント欄に書いてください。そしてぜひたくさんの人に見てもらうようにね、お願いします。そうじゃないとこれやってる意味あるのかってなっちゃいますんで、はい、拡散、ね、してもらったりとかして、ぜひ多くの人に見てもらいたいと思います。そうすればこれやる意味あると思うので、僕自身もね、すごいやってくのは簡単なんですよ。これ問題パーッと見て、はい、その場で回答こうやってけるし、その場でいわゆる解説、普段授業でこんな風に言ってるっていうのをそのまま再現すればいいだけなので、ああこれ来たらこれ言うな、総計授業だったらこれ言うなっていうのでやるだけなので、はい、見てください。はい、今後もね、応援してもらえればと思います。多分ね、英検の面接の動画とかで新しくついてくれた視聴者の皆さんいると思いますので、あ、こんな動画出てんだと思ってですね、見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。